長、精神の説、再会の夜明け。帝国暦1185年、ガルグマク大修道院の陥落からおよそ5年が経過したが、フォドラは未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国は政変によって王都フェルディアが制圧され、実質崩壊。レスター諸侯同盟領は反帝国派と新帝国派の対立により分裂の危機に瀕していた。一方、皇帝エーデルガルトが神聖を敷くアドラステア帝国のみは勢力を伸長。帝国によるフォドラ統一。いつまで眠っ、お主のか、行く旅も。お前まで俺の前に現れるのか。お前たちはどこまで俺を追いかけてくる。あの女は必ず殺してやる。必ずだ。だからその顔で。ならば、貴様も帝国の犬か。俺を殺すために来たのか。答えろ。死んでいたようなものだ。そんなことを聞いて何になる。気づかないのか。鼻をつく薄汚いネズミの。ここにも人のいた痕跡がある。大方宝物に。大修道院が陥落して以来、お前もここに来るまでにガル卑劣な族がはびこり、勝手な略奪。殺さねばならない。行くぞ奴ら。巣を叩き。どんな理由があろうが同じだ。どこかで誰かが立たねばならない。強者が弱者を踏みにじる負の。ああ、それともお前も奴らの行いを肯定しようというのか。略奪と殺戮を正当化する人の皮をかぶった畜生どもの行いを許さない。殺さねばな。たとえ同じ畜生に落ちたとしても。さあな、そんな。殺すべきを殺すだけだ。そうか、ごはっ殿下。ファーガス神聖王国は政変によって新帝国派のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領の全てを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。王宮によるコルネリアは
帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。レスター諸侯同盟領ではリーガン家を筆頭とする反帝国派とグロスタール家を筆頭とする新帝国派の諸侯が衝突。分裂の危機に瀕しながらも新盟主クロードの手腕によってかろうじて同盟の体裁を保ち続けている。一方アドラステア帝国では帝都アンバルにおいて皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとともに王国の政変に干渉して勢力を伸長、旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながらフォドラ西部の制圧を進めていた。そんな中でセイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。殿下、先生、本当になぜお前たちが忘れてしまったんですか。みんなでまた集まり、あの時のことを覚えていたから。殿下。殿下などと呼ぶな。俺は一とす。あくまでもそう布告されただけの話。こうして殿下、それにしてもなぜ。ドゥドゥだ。あいつは死んだ。そうでしたか。横領に続いてローベ家をコルネリアを筆頭とするハンペルディアを本拠として。詳しい経緯はまだ王国の領主全てが帝国に着いたってはうちの家やフェリクスんとこみたい。殿下、今我々がアーガスの正当なるその大義め。そうか、お前たちもあの女をて皆殺し。あなたにはたひとまず修道院に入り、5年の間お聞きしたいことはつきます。5年前のあの日、それ以来今のところ帝国から、とにかく5年前摂政を務めていた私はですが、何をバカなことを。リュファス様を殺したのが殿下。警護をかいくぐり、殿下にとってリュファス様は実の王子。でも昔からもともとリュファス様に何らかの確信。コルネリア、殿下の残首はすでに刑の執行はあさって。指をくわえてみてろ。おいぼ、それから間もなく殿下の死により、その後のコルネリ処刑の様子や私があの帝国軍招待への前触れなき、その手口はそれらの噂を追い、そしてあの方は、私は殿下、まともに話せる。あなたもお疲れでしょう。